ゴスペルメッセージということで、はい、今日はですね、まあ、聞いて分かったと思うんですけれども、いつもとも違う、メンバーでお届けをさせていただきたいと思います、はい。と言いますのも、伊沢牧師、伊沢木原誠牧師は、今日石勢の石子寺院の、はい、仕事で東京の方に行かれています、はい。そして純子牧師はですね、今日旧香港上海銀行でのコンサートがありまして、まあ、ちょうどこのラジオが放送されている時間、ね、今はお昼に撮ってるんですけども、はい、その準備をされているのでちょっと時間がないということで、ピンチヒッターで私たちが、放送させていただきます、はい。今日のパーソナリティはヨハネと静寂です。はい、静寂さんですね、いつもお便りをくださっている静寂さんが今日はなんととうとうパーソナリティに昇格して、はい、ありがとうございます。どうですか今のお気持ちは。全く心の準備なしで声をかけていただきましたので頑張ってお話できたらなと思っております。はい、実は静寂さんはこの同じ市民 FM のラジオで、はい、自分の放送も、ね、番組持ってますよね。はい、はい、宣伝しとかなくても、はい、木曜日の夜7時半からそういうふうにありですか。はい、細々とやっております。ぜひ聞いてください。ヨカバイストレスケア、ね、ありがとうございます、はい。なのでですね、パーソナリティとしての腕前ははい、プレッシャーを与えていただきありがとうございます。ということで、実は静寂さんと私はプラスというゴスペルチームを組んでおりまして、はい、もう一人百ちゃんというですね、メンバーがいるんですけども、はい、今日はその二人のプラスのメンバーでお届けさせていただけるということで、ありがたく思っています。思ってます、はい、はい。でですね、私たちの教会の主の十字架クリスチャンセンターというグループでは、はい、11月が新年と言われてまして、ちょうど今は、はい、まあ、年度末に当たるんですね、はい。で毎年新年には、御言葉をもらっているんですけれども、御言葉というのは神様からいただく言葉、はい、そうですですね、はい。それを今年はですね、その主の十字架クリスチャンセンターというグループ全体に、神様がこの恐るべき技、もう人間の目にはこう恐ろしいとさえ思えてしまうほどのすごい言葉を一緒に行うよっていうような約束をもらっているわけですね、はい。でそして私たちの教会では、神の証明長崎教会というその教会の中ではアドナイニシという、まあ、教会で祈るときに私が勝利を与えるというような御言葉をいただいているんですね、はい。でちょうど年度末なのでですね、この1年を振り返って少し振り返ってみたいなと思うんですけれども、はい、どうですか静寂さん、このプラスとしてはこの1年。いやー、もう内側の人間としては大飛躍をしたと、はい、旗から見るとそんなにたくさん、ね、進化してるかどうかは分からないんですけど、うん、プラスというそのグループの中で見た時に本当に飛躍をした年ですね、はいはい。ガラッと細胞から変わったかなという感じでしょうか。はい、今年ちょうど3年目だったんですね。そうですね、3年目で、それで、はい、ホップステップジャンプのジャンプの年だって言って、はい、まあ静寂さんが言い出したわけじゃないんですけど、はい、僕がジャンプの年ジャンプの年とか言ってですね、今年は本当に飛躍を遂げる年って言ってたんですけど、はい、本当にそんな風になった年なんですね。いやそうですね、うん、もう本当に実際このそのいわゆる教会の年度末っていう状態の今にあっても、うん、ね、今週もそうでしたけど、はい、すごい変化があって、うん、なんかすごいなって思ってますけど、まず一つ嬉しかったのは、はい、まあ、ラジオでも何度かかけていただいたと思うんですけど、作られた世界という曲、はい、これ静寂さんと私がプラスというチームの中で一緒に神様にお祈りして与えられたゴスペルなんですけども、はい、その曲が数の響き第3週に応募したら受かってしまったと、これが本当に一番大きなことだったかなとは思うんですけれども、はい、やっぱり嬉しいですよね。嬉しいですね、はい。全国で出版されるゴスペル歌手ということですね。はい、そうです。どうですか、いつもお便りをくれてますけども、その乗ったことに対する生の感想をいただいてもらいました。生の感想ですね。実際今でも実感がないです。はい、で、この前も現物が来て、来たんですよね。第3週がとうとう届いて。そうそう。で、どこに乗ってるんだろうと、乗ってる10番目みたいな。今とうとう発売されましたので、はい、ぜひ皆さんも
を買っていただきます。第3週の10番10番載ってますんで、そこにですね、作詞作曲木原ヨハネ、まあ、静寂さんの本名がこうなってるんですけども、あのね、やっぱこうなんかこう不思議な感覚で、ね、不思議ですね、はい、そこに名前が載ってるっていう。で、まあ、神様に本当に感謝だなと思います。はい、ということで、まあ、歌集が発売されたんですけれども、はい、CD はまだちょっと出来上がってないみたいで、まだ発売開始じゃないんですけど、多分11月の中旬ぐらいに発売されるんじゃないかなというふうに思うので、はい、ぜひ楽しみにしていてほしいなというふうに思います。そうですね、というでもレコーディング楽しかったですよね。レコーディング楽しかったですね、あのまず応募するためにギター1本で、はい、あの本当はキーボードとドラムも入れて応募したかったんですけど、間に合わなかったん で、 そうです、ね、一旦レコーディングギター1本で2人で深夜にやったんですよね、はい、楽しかったですね。楽しかったですね、うん、あの時もあの4回ぐらい撮り直したんですけど、そうですそうです、1回目まあ普通で、2回目ちょっとなんかこううまくいかなくて、3回目4とやっていくうちにちょっと疲れが出てきたのか、ね、なんかどんどんうまくいかなくなったんですね、はい、でそこで1回リセットして、神様に、あ、もう自分たちの力ではなくて本当に神様にあのしっかりレコーディングできますようにと、あの賛美できますようにということでお祈りして、そうですね、したらすごいいいのが撮れて、はい、もう明らかに違いましたね、うん、違いましたね、はい、あそこでもなんかこう祈りの力というのを体験させていただきました ね、 そ、 ね、はい、でそれで応募したらその音源がこう通ってしまったんです、はい、でそれで CD はですね、あのまた音源取り直すことができたので、そのギターと直塚さんのハーモニーと自分 の、 あの賛美にドラムとキーボードを後でと足して、はい、でもう一回送り直して、それが CD になってきますので、はい、今日はですね、その音源、あのまだ CD は届いてないんですけど、はい、自分たちがレコーディングしたの音源あるので、はい、ぜひその音ですね、疲れた世界初公開でしょうか、はい、ちょっと先行配信というようなことで聞いていただきたいというふうに思います、はい、では作詞作曲木原ヨハネ静寂さんで、はい、作られた世界、どうぞお聴きください。はい、
作られた世界でした。いかがでしたでしょうか。素晴らしかったです、ね、とか言って自画自賛ですね。いや、はい、神様がね、与えてくださったものですからということで、はい、はいはい、ですね、実は今プラスでは新しい曲さらに今作っていますね。はい、はい、あの今回はですね、静寂さんがさらにメインになって作詞作曲をされているんですけれども、はい、今作られているその曲っていうのは、はい、どういうような曲ですか？あ、タイトルが With His Love ということで、はい、うん、His っていうのは神様のことですね、うん、彼の、あ、彼というか神様の愛があればという直訳になりますかね、うん、はい、まあ、あのそれを聞いてこう神様のことを知ったり、はい、元気が出たとかいう人がいてくださったらいいなっていうので、うんうん、まだまだ制作中です。そうですね、はい、本当に自分もそう思います。で、一緒にプラスでそれをこう歌っていく中で本当にいろんな人に神様の愛を知ってもらいたいし、いろんな人にこう元気とか力とか勇気とか愛とかっていうのを届けれたらいいなというふうに、はい、またそしていろんな人がこれを歌って元気になってもらったらなというふうに思います。とっても今の段階でも本当に歌ってて、あ、神様が祝福してくださってるなというのを感じますよね。今日実は初音合わせというかやったんあとなんですけど、今、いや、すごいねみたいな感じですね。まさに自画自賛状態ですけど。でもね、それも本当にこう神様が与えてくださったという意識のもとで、はい、ですからね、うん、感謝したいと思います。はい、それではですね、今日は、まあ、以前僕いないんですけれども、はい、まあ、メッセージと言いますか、証を少しですね、はい、あのメッセージに近いような証ですけれども、はい、今日は、あの私がさせていただきたいというふうに思います、はい、でですね、一箇所聖書を読ませていただきます、はい、創世記の15章1節、これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きい、はい、一言お祈りをさせていただきます、はい、愛する天のお父様、今日はこうして、ラジオで静寂さんと共に、聖書の話をすることができることをありがとうございます。どうか私の言葉を神様が導いてくださり、そして御心の話をすることができるように導いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。ですね、今週自分にとってすごい大きな出来事があったんですね。そうなんですね、はい、と言っても何かこう実際に物事が動いたとか、なんかこうそういうな何かが変わったとかそういうわけではないんですけれども、あ、まあ、結論から言うとですね、神様から言葉をいただいたっていう体験をしたんですね。で、これが本当に自分にとってはすごい人生を左右するような本当に出来事で、そういう、はい、でその受けた言葉というのがこの創世記15章1節、アブラムを恐れるのは私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きいという言葉だったんですね。で、ですね、まあ、この言葉を受けた経緯というのはですね、はい、まず先週実は御声新聞という新聞があって、はい、あのその新聞のインタビューがあったんですね、はい、でその時インタビューあった時に、まあ、そのなんでインタビューされたかというと、その作られた世界、はい、静寂さんと一緒に作った曲で
それが掲載されたので、そのことについてのインタビューだったんですけど、そこで、まあ、今後のビジョンとか夢とか目標、そういうことも聞かれて、自分がなんかこうまとまりのない話をこうあっちに行ったりこっちに行ったりような話をインタビューの中でしたんですけど、まあ、実際にできた文章がすごいこう自分が言いたかったこととか、その綺麗にまとめてくれてて、すごい嬉しかったんですね。なるほど。でその中でその自分の夢というか、はい、が礼拝する牧師になるっていうことをずっと小さい時から言ってきて、まあ、ラジオでも何回か言ったことあると思うんですけど、はい、まあ、それをその文章になってみたのをこう読んだ時に改めて、あ、やっぱり礼拝する牧師にもなっていきたいなっていうのことをもっともっとこう強く思うようになったんですね。再確認というか、うん、認識したんですね。そうですね。はい。でその中で今果たしてそこに向かってるかなって思った時に、やっぱ直結してないなっていうのをすごく感じたわけですね。で、うん、何か始めたいと思ったんですね、その夢に向かって、はいはい、できっとこれは神様が与えてくれた思いだと思うんですけど、その時に不思議と聖書を読もうっていう結論に立ったんですね。ただそれがその中途半端にではなくて、ですね、聖書が小分けにされたやつがあるんですね。4つ、旧約と新約と合わせて、はいはい、旧約を3つに、旧約聖書って1500ページとか2000ページ近くあるんですよね。それが3つに分かれてて、で新約聖書を合わせて4つに分かれてる聖書があるんですけど、はい、この1冊だいたい400ページか500ページぐらいあるやつを1週間で読もうっていうことを決めたんですね。だいたい計算で言えば4週間1ヶ月で聖書1冊読む、1冊、はい、ということを、これをとにかく3月まで続けようと。お、3月までで結構難しいんですよね。聖書って普通の小説とかよりも文字数が1ページにものすごい多いんですよね。ですね。はい。で1日約70ページ読む計算なんですけど、多分普通の本で言えば毎日200ページぐらいの本を読むぐらいのペースだと思うんですよね。で、まあ、バイトとかし て今ちょうど社交にこの間仮面試験が昨日あったんですけど、まあ、無事合格できたんですけれども、自動車学校で仮面に、はい、暇さえあれば聖書読んでないとちょっと達成できないやつだったんで、寝る間も惜しんでってやつですね、うん、本当に今そんな感じなんですけど、まあ、不思議とその思いが来て、でいつもだったら多分できないだろうなって思ったんですけど、なぜか不思議と今回できそうだなっていう、きっと神様がそういう導いてくれた思いだったので、そうだと思うんですけど、今のところ実際それが達成できてるんですね。でそれをちょうど始めた月曜日に、はい、まあ、漱石から読み始めたので、最初の漱石ですね、15章1節、この御言葉を与えられたんですね。でこの箇所というのはですね、はい、アブラムに甥のロトという人物がいるんですけれども、はい、このロトという人物がソドムという町に住んでいたんですね。でこのソドムという町が周りの国々の王様たちに占領されてしまうんですね。でそこに住んでたロトも当然囚われの身となってしまって、はい、で捕虜にされてしまう。でその時にそれを聞いた親族のアブラムは、まあ、この後アブラハムになる人物ですよ。この段階でアブラムですね。アブラム、はい、このアブラムは、このアブラムはですね、すいません、今ちょっとアクシデントがありまして、ああ回してるんですね、はいはい、このアブラムはですね、はい、その甥のロトが囚われの身になったのを知ってすぐに助けに行くんですね。でそして実際にそのソドムの町を占領した他の国々の王様たちを打ち負かして、でソドムの町そしてロトを救い出すんですね。でその時にソドムの王様は当然アブラムに感謝をして、で町の人々だけ返してくれと、だ財産をもう全部受け取ってくれと、はい、この町の財産を、はい、って言うんですね。でもアブラムはいやそれはしないと、その一緒に戦ってくれた兵士の分だけ食料をもらってあとはもらわないというんですね。でなぜかというと、このソドムの王様がアブラムをこの後私がソドムの王様がですね、私がアブラムを富ませたんだと、
私がアブラムが今あんな風に祝福されたのは私が財産をあげたからだという風に言わせないためにアブラムはそれを拒んだんですね。というのはなぜかというと、アブラムは神様から自分がとても祝福されるという約束を受けていて、でそれを信じていたので神様によって祝福されると、ソドムの王様にではなくて神様に祝福される、だからあなたがそういうことを言わないために私はそれを拒みますという決断をしたんですね。ところがすごい信仰に満ちたあの発言で行動だと思うんですけれども、このあとそれがあってからの15章1節、これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちのアブラムに臨みこうされた、アブラムよ恐れるな、私はあなたの盾である。すごい信仰に満ち溢れてて、迷いがなくて勇気に溢れてる行動だと思うんですけど、ところが神様はアブラムに恐れるな、私はあなたの盾であるって言ってるんですね。でさらに2節で読んでいくとですね、アブラムがこう言うんですね、神主よ私に何をお与えになるのですか、私にはまだ子がありません、私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょう。つまりアブラムは祝福の約束をもらってたんですけども、神様と会話するときにそれを信じきれていないっていうことがこのアブラムの発言から分かるんですね。なるほど、なるほど。自分のこれからの人生、そして自分が死んだ後のその自分の子孫たちの祝福っていうのを見たときに本当に不安になって恐れているアブラムがいるわけですね、でこれを見たときに自分とすごく一致したんですね。というのはこの間自分は大学を辞めさせていただいたんですけれども、ただこれはですね、何か神様に示されたとかそういうわけではなくて、正直に言ったら大学には、自分の価値観とか、それから、大学自体があまりその、つまらないというか、こう行きたいなっていう思いがこうなかったので、辞めさせていただいたんですけど、ただ一つ言えるのはですね、別に示されたわけではないけれども信仰に立った時に、神様を信じるっていう立場に立った時に、その大学を卒業する大卒っていう肩書きだったり、でそれから大学で勉強するしてる内容であったり、またそれから大学生活、楽しい大学生活だったり、っていうのが自分にとってはどうしてもその価値があまり感じられなくて、それでこの信仰ゆえの決断だったっていうことだけは確かなんですね。ただやっぱりそれでじゃあ大学を辞めたと、ただもう二十歳も過ぎてますし、自分自身でしっかり生きていかないといけないわけじゃないですか、で自分はやっぱり牧師になるという夢がある中で、日本の牧師っていう職業に関してやっぱり実際的な面で経済的なことであったり、社会的なことであったり、いろいろな厳しい面がもちろんあるわけですよね、もちろんそれは喜んで自分はやっていきたいと思って大学辞めたわけですけど、もちろん不安も恐れもありますよね。で絶対に神様がそこで祝福してくれるって信じきってる理性的な自分と、でいやこれからどうするんだよっていう神様の祝福を全く信じきれていない本能的な自分っていうのは、どっちもあって、でもどっちも本当に自分なんですよね。でだけど周りの人にだけはやっぱその自分はこう不信仰なんて見せたくなかったですね。やっぱそれは周りの人の信仰を妨げることにもなりますし。なるほど。ただですね、アブラム、この後アブラハムと呼ばれるアブラムは、信仰の父とその呼ばれる人物なんですね。でそのアブラムが実際にソドムの王様とか周りの人々に対しては本当に信仰に満ちた行動をとり、実際に信仰に満ちた選択をしていくわけですね、人生の中で。ところが神様との関係の中だけでは本当にその自分が不信仰な面とか、自分が神様のことを信じきれない面、そして不平であったり不満であったり全部ぶちまけてるんですね。これは本当に神様が生きた存在で、ただなんかこう機械的に働くとか法則があって、ただその法則だけに縛られて
働くんじゃなくて、はい、神様っていうのは本当にやり取りができて、で言葉を交わすことができて、不安があったらそれを不安を神様のところに持っていくと、神様は本当にそれを愛を持って慰めてくれて、励ましてくれて、不安を取り除いてくれて、勇気を与えてくれる、はい、そういう存在なんだなということをすごく感じて、で自分も本当にこれからの人生に対してどうしようもないようなこう不安とか恐れっていうのはあったんですけど、うん、はい、そこに恐れるのは私はあなたの伊達であるっていうことを僕はこう神様から与えられたわけですね。で今後の人生をに対して、はい、あなたの受ける報いは非常に大きいっていう約束を神様からいただいたという、まあ、そういう証なんですけれども、いやそれは大きいですよね。やっぱり自分にとってはまあ、このゴスペルメッセージ、神様の言葉の番組ですけど、はい、うんうん、神様の言葉っていうのは本当に真実で、まあ、いつも自分のお父さんのイザヤ牧師が言ってるとは思うんですけれども、はい、本当に神様は言葉に力を持ってる方なんですね、ええ、言われたことが必ずなる方、はい、それを私は もちろん信じていますので、はい、この受ける報いが非常に大きいという言葉、これに信頼して、はい、生きていこうと思いましたし、もあった恐れっていうのは当然不安とかはもちろん今でもあるんですけど、でもなんかこう言葉に表しにくいような、なんかこう、そうですよね、安心感というか平安っていうのがあって、それから、まあ、今週の月曜日にその言葉をいただいて、今金曜日なんですけど、はい、今でもこう一人でいる時にこう自分の喜びというか、もう止まらないというかですねで時々神様を思うと涙がいきなりこぼれてきたりで、まあ、ピースの B ちゃんにこうその証しをさせていただいたんですけど、はい、にやけが止まらなかったですねというようなことが今あってるんですね。で、まあ、これは私の証なんですけれども、はい、で本当に神様はですね、与えてくれた約束とか言葉っていうのはその通りに成就してくださる、その通りにやってくださる方なので、ぜひこのラジオを聴いている皆さんもですね、はい、本当に自分自身と神様の関係っていうのを持っていただいて、神様に叫んでいただいて、神様に祈っていただいて、神様に不安を持っていって、神様に重荷を下ろして、はい、そしてですね、神様が与えてくださる言葉というのを受けてほしいと思うんですね、はい、でそしたらあなたの人生はもう大丈夫なんですね。今回この言葉をいただいて、お父さんに言ったんですね。8人子供がいるけど、はい、もう神様が言葉をくれたから、僕に関する8人いる中での もちろんまだまだ一緒に祈ってほしいし、僕のために取りなしをしてほしいけれども、はい、もう8人の子供の中で僕に対する心配はもういりませんっていうことを伝えたんですね。本当にもう今までありがとうございましたということを伝えさせていただいたんですけども、それはなんかかっこつけとかそういうことじゃなくて、はいはい、本当にもう大丈夫なんですね。で神様の言葉というのは、神様の言葉、言葉に表しにくいです。現実よりももっとはっきりとした真実というか、目に見えることよりももっと確かなものなんですね。でぜひ皆さんもこの言葉を受けていただきたいなというふうに思います。はい、ね、はいはい、いや、なんかもう私はね、目の前で聞いてるし、この収録の前にもこんなことがあってってお聞きしてるんですけど、迫力はラジオ越しにも伝わったんじゃないかと思います、はい、ぜひそのことを神様に期待したいというふうに思います、はいはい、お聞きしていただいた方ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。